ローズオイルブルガリアにあるバラ油工場バラ油、バラ精油、ローズオイルはバラの花から抽出される、揮発性の油でバラの芳香を持つ。厳密には精油とアブソリュートがあり、精油は水蒸気蒸留によって抽出され、アブソリュートは溶剤または調臨界に酸化炭素を用いた抽出によって得られる。昔のローズアブソリュート抽出法や、 原料のバラの品種の違いで、成分組成、方向が異なる。ローズオットー、モロッコローズの精油、ダマスクローズ、ブルガリアローズのアブソリュートなどがある。ダマスクローズのアブソリュートは精油の女王と言われ、感情を落ち着かせる作用があるとされる。精油、アブソリュートともに香料として多くの食品に添加される。香水にも広く利用されており、ローズオットーの精油は、 フローラル系に使う場合、少量でもかなりの効果が見られる。水蒸気蒸留の副産物としてバラの方向を持つ方向蒸留水バラ水が得られる。多くの場合、方向蒸留水に含まれる精油も溶剤を使って抽出される。一ン数のローズオイルを作るには数ポンドの花びらが必要である。生産の平均収率は抽出方法と花の種類によって幅があるが、 1,1500から1,1万の範囲に収まる。ローズオイルは非常に高額であり、成功なに世話の技術が確立している。精油は主成分であるゲラニオールが多い天アオイ属の通称ローズゼラニウムやパルマローザの精油の混入が頻繁に行われる。アブソリュートは合成のパルマローザ油成分やペルーバルサム油などによる希釈が行われる。市販される。 バラ油の多くは完全な合成精油である。フランス香水委員会監修、香水産紙枠の香り朝日新聞社、1994年、ABCD マリアリスバルチンチョ、アロマセラピーサイエンス田辺和子松村厚生官役、フレグランスジャーナル社、2011年、ザケミストリー・オブ・エッセンシャル・オイルズ・アンド・アーティフィシャル、パフュームズ。ありがとうございます。